はい。そうか、終わったんだ。誰？みんな殺されたんだね。残ったのは僕だけだ。誰なんですか？すごいね、さすが褒美だ。早く殺したくてうずうずしてるんでしょ。違う！そうだよ、楽しいんだろ。違う、そんなことじゃない。もっと、もっと。もっと何？その続きは？もっともっと意味があるとでも？違うよね。分かってるはずだ。意味なんてない。僕らを狩ることに意味はない。共存できない異物だから排除される。同じ異物でもヒエラルキーが変化して重宝される存在の君に何が分かるんだ？その怒りのエネルギーを僕にぶつければいい。全部受け止めてあげるよ。抑止なのね。水門で待ってるよ、サヤ。さや、戦って。さよ、気をつけて。
無理はしないで、さや。
Thank you.
さや、戦って。さよ、気をつけて。セーブですね、あなたが望むなら。まだちゃんと怒ってる？怒りがない戦いは退屈だ。ぶつけ合おうよ、怒りの波動を。所詮異分子は戦うことでしか自己表現ができない人種だ。さや、君も同じ人種だ。あ、お互い人ではないけど。その気高さ、がぜん増してる。さっき見たさやよりがぜん気高く美しい。もっとだ。いいじゃん、最高のメイクだ。やっぱさ、さやは血が似合う。俺一目見て好きになったんだ。ぶっちゃけさ、一目惚れ初めてだよ。こんな経験、ずっと池川だけを見てきたから。他の女には全然興味なしおくんだったんだ。池川なんて吹っ飛んだ、マジで。だから、サヤが殺してくれて最高な気分だ。俺はサヤに従うのもいいけど、そこにもう邪魔なのがいるでしょ。そいつの代わり、俺立候補するよ。な？やっぱ、すんげえ怖いわ。俺超ビビってる。もう無理無理、人間じゃこの圧力は無理、死んじゃうわ。やっぱ戦うしかないのか。残念だな。
タジ。サヤ、戦って。ハジ、今日は辛いよ。こんなにたくさん人の感情を浴びたら、私壊れちゃう。無理はしないで、サヤ。どうしてこんなことを。この人たち、本当に倒さなきゃいけないのかな。生きていてもいい翼種って、いると思う。
ここの抑止はひょっとしたら人間と共存できるかも。信じたいよ。人を信じて生きたい。